さあ、こんにちは。タカラトクトです。もう怖くてね、言葉が詰まっちゃったんですけれども、先日実況しました。事故物件ですね。こちら、その後検証してですね、グッドエンディングの方法が、分かりまして、それをお届けしていきたいと思います。前にもね、説明したんですけど、今ノイズが走っているのはこの、ゲームの仕様でございます。あとガタコというのもゲームの仕様なんですけれども、前回はね、バッドエンディングだったんですけど、今回はね、なんとか悪霊たちを追いかけてい、あ、追いかけて、追いかけてどうする？やっつけていこうかと思います。どうぞよろしくお願いします。あいつ、急に家に来いって、なんでかな。さあ、画面ですね、かなりノイズが走ってる感じなんですけど、今回ちょっとクリアでやってみましょうか。これフィルム、クリアだったんだね。失礼しました。ヘッドボム、いや、ヘッドボムの意味が全く分かんないですけど、さあ、今回ちょっとじゃノイズが走った感じでやっていきたいと思います。正直、グッドエンディングに到達するために必要な条件がいくつかあるんですけれども、その一つがまずこのお祈りですね。お祈りしましょう。でですね、前回は3箇所あると思ってたんですけれどもね、これなんか、もしかしてこれかな？この道で合ってるのかな。合ってるんですよね。でも一応、まだ何もないのか。OKOKOK。とりあえず、お祈りを済ませます。こうね、猫ちゃん拾うとね、あと1個アンロック解除されるんですけど、こう猫ちゃん拾うタイミングが多分重要かもしれません。4つね、もうすでにアンロックしています。これ2つ目のお祈りです。合計何個あるかは後でお伝えします。意外なところになりましたね。さてと、お祈りを僕は済ましたいけれども、こっちかな。これ今やりましたね。サクサクっといきますよ。と言いながら、意外なところにあったんですよね。あ、そうそうそう。これ3つですよね。ということは、あと1つはもう決まりましたね。なんかありますよ。お金。違うな、これ。道の向こうにいる。あった。道の向こうにあるお金ですね。お金は拾っておきましょう。猫ちゃんはあえて触らないでおきますね。それも先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ？そう、市役所の紙が置いてある。100円。お金探すんです。こっちも60円ですよね。まだかな。家にまだ1回も入っていないので何も起きないかな。これが家の中に入った後もお祈りが効くかどうかまだ検証してないんですけれども、正直4つですね。4つお祈りをすれば大丈夫です。そうすると、ほら、急に暖かい感じがする。気のせいかな。気のせいじゃないよ。という感じですね。では、こちらの幼なじみの家に入っていきますよ。もうね、怖い思いをね、したんで全然怖くないです。はい、残します。すみません。取り立てです。ここから入れそう。どこに鍵あるって言ってたっけ？ああ、忘れちゃった。思い出すの待ちましょう。あ、思い出して。思い出した。植木鉢の下にある。言ってましたね。そう、思い出すときにね、あって2回言いますよね。言わないって。さあ、それでは失礼します。さてさ、広っ。そうそうそうすそうそう、ごくいいところじゃん。そうなんですよあれ？ね。このノート破れてるけど、どうしたんだろう？
探したら見つかるかな。見つかりますよ。で、前回ね、グッドエンディングの時ね、ここを覗かなかったんですよ、一回も。それはいいのかな。さあ、もうね、読み飛ばしていきます。もし読みたい方がいたらですね、ぜひこちらを画面をね、ストップして見てください。さあ、それではサクサクといきますよ。この時計止まってる、止まっているし、はい、風呂場に入ってと、はい、失礼します。はい、水抜きますと。いいっすね。さあ、濡れているんでドライヤーで乾かしますと。はい、2つ目見つかりました。サクサクっていきますね。3つ目なんですけれども、まあ、向こうに多分カラス今いますね。もうすでにね、カラスいますね。多分もうこの時点で外側のあのおっさんのところ空いてますね。今ここに人が一応見えるんですけど、ノックしてみましょうか。でも開けるといないと。幻ですね。まあ、こいつも見ておきましょうか。うん、紙拾っておきましょう。また戻ってきます。とにかく研究ノートをですね、彼の日記を集めていって、まあ、それに伴ってエンディングが変わっていく、あ、エンディングに進んでいくという感じですね。さあ、それではですね、覗いた方がいいのかな。あの、猫ちゃん気になるんですよね、猫ちゃんね。カラスを、カラスからね、紙をもらう前に猫ちゃん行ってみましょうか。猫をね、拾うことできるらしいんですよ。あ、猫拾いましたね。どうしよう。あ、で、これをもしかしたらここに持ってくるのかな。お金をもらいました。この猫ちゃんどうするんだろう。猫ちゃん拾えましたね。猫ちゃん拾えましたけど、これはちょっと初めてなんで一回探してみますね。猫ちゃんをどうにか安寧の場所へ連れて行きたいですね。かわいそうに。ここは入り口なんでダメっすね。追い抜き場所に行けるのかな。タネっぽいですね。ちょっと猫ちゃん拾ったまま行くのはダメですよね。逆にカラスにあげる？あり？そんなのありっすか？道徳的にそれはどうなんでしょうか。カラスさんどうですか。うそーん、なんでもいいんだ。ごめんね猫ちゃん、ちょっとそんなつもりじゃなかったんだけど、なんか音がするんですよね。なんか猫ちゃんに悪いことしちゃったな。覗きます。これ一応お金落ちてるんですよね。あ、なんか血が出てる。見た方がいいのか見ない方がいいのか。さあ、次今80円なんですけど、次はトイレから侵入します。侵入。ついでにお金も取っておきましょう。ここはね、開くんですよ。それでこっち開いて、まあね、そう、見てください。あの白い彼がね、あのすごいいい DJ なんですよ。すごいですよね。
ちゃくちゃ重点音が聞いた DJ でした。そこから一回トイレに侵入して、トイレの中にも紙が、ね、研究ノートの日記が、ございます。はい、置いてと。ここから入りましょう。はい、いただきます。はい、こちら開けてと。失礼します。だからあれ、鏡まだか。はい、読み終わります。さてさて、この後90人集まったのか、覗きたいけどな。なんか謎がありそうなんですけどね。一応これでいてと。で、んあとなんだっけあ、そうそう、車の鍵ですね。車の鍵を手に入れて、ママンのね、車を勝手に開けます。これっておばさんの車だよね。そうなんですよ、おばさんどっか行っちゃったんだよね。これで6枚目ですね。合計7枚集めないといけない。ただ僕にお祈りをしているという非常にね、強力な、なんていうんでしょう、後ろ盾がありますので、全く怖くなくいきます。ほら、鏡が置いちゃってね。もうそんな、もういたずらしちゃダメよ。さあ、読み終わりまして、さあ、あと100円、あと10円あればですね、もうこのゲームのクライマックスではございますが、そうですね、あと10円、どこに落ちていないだろうか。このお金探しが結構大変だったりするんですよね。あと10円、ここはもうないんで、誰か10円恵んでくださいと言ったら、ここら辺に落ちてた気がするんですが、あった、OK。さあ、これで100円が、手に入りまして、さあ、紙をもらいました。いきましょう。なんとなくですけど、もうこれで全て終了となります。逃がさないよ、残りは読めないと。あいつには悪いけど、もう帰ろ。後で連絡しとけばいいよね。ね、思うよね。で、ドアが閉まってったはずなんですけど、開いてるんですね。で、この後逃げられるんですけど、気になるよね。覗いたらダメな気がするな。多分ダメなんだろうな。大丈夫。あら、大丈夫。え、嘘、本当？大丈夫？僕は覗いちゃうよ。結局何だったんでしょうかね、これね。何だったんでしょうかね。全く分からないんですけれども。これで全てのアンロックを解除して変えることができますと。じゃあ、ちょっと閉めておきましょうか。お世話になりました。さあ、これで階段を降りると、こういうことですね。彼の家を出てからもずっと誰かに見られているような気がして何度も振り返った。しかし何度振り返ってもそこには誰もいなかった。なんだか不気味で、家まではいつもより早足で帰った。次の日学校へ行くと彼はいなかったと。彼の席も彼がいた痕跡もなかった。不思議に思い、友達や先生に聞いたが、そんな人を知らないとみんな口を揃えて言う。不思議ですね。放課後またアパート行ってみたが、アパートがあった場所は、ね、うちになっていた。通りかかった近所の人が言うには、ずっと前から、売られていた土地だったらしいですね。アパートも彼もどこ行ってしまったのだろうか。私が好きだった彼はもともといなかったのだろうか。全て私の夢だったのだろうか、ということでした。さあ、ということで一応アンロックをね、解除できました。猫拾いましたよね。
猫拾ったんで、いけたかな、多分大丈夫でしょう。さあ、ということで事故物件やってきたんですけれども、まあ、1回目はバッドエンディング、ちょっと軽くね検証をした後に、もう自分自身で検証しましたよ。もう怖かったですよ。で、あの4つのね、まあ、祈る場所があったと。その4つ祈る場所で、まあ、結果みたいなのを貼って、でその後に、いろんなところを、クリアすることができました。もともとねこの事故物件というものは、まあ、存在しなかったというような、捉え方がねできるわけですけれども、さあ皆さんいかがでしたでしょうかね。なんとか、グッドエンディングになりましたけれどもね、バッドエンディングもし見たいっていう方はですね、ぜひ、このパート1の方をぜひ見ていただけたらと思います。さあ事故物件には住みたくないですね。はい、ということで最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。